皆様、本日は、多摩シネマフォーラム特別上映会のさいの島にご来場いただきありがとうございます。司会進行を務めます伊藤凛でございます。本日はお願いします。私事ですが、映像を学ぶ学校に通っている、専門学校の1年生でございます。本日は本作の監督を務めました山本達也監督に、お越しいただいております。ちなみに、今回主演を、務めました若い男役の藤原季節さんは昨年の第31回多摩映画祭最優秀新進男優賞を本作で受賞なさいました。それではお呼びしましょう。山本達也監督です。皆様大きな拍手でお出迎えください。それでは、ご来場の皆様にまず、一言お願いいたします。はい、ちょっと2回目藤原さん登壇が終わって、少しこうやれやれというか、何でもそうですけれど宴の後というのはなんか寂しいもんですね。ちょうどのさいの島も去年の5月から上映が始まりまして、今回藤原さんが登壇できるかっていうのもコロナの中でやっぱりギリギリまで決まらなかったんですけれど、登壇が決まったあたりから、いよいよこの映画も公開が終わっていくんだなと、でも「のさりの島」っていうのは一言で言うと何だろう、宴の後の映画っていう商店街が決してこう映画の中でこう活性化したり賑やかになったりするような話ではなく、何かその余韻のような物事がこう去った後のなんかその時間のなんとなく寂しいでもどこかこう懐かしい、あるいはどこかこう穏やかなみたいなですね、そういう時間を撮りたく買ったのかなと。なんか映画をいつも作ると本当はもっと景気のいい話を撮ればいいんでしょうけれど、いつも何かこういうか何かこうね、そういう祭りの後のようなそういうでもなんか空間も決して嫌いではないというんですか、そんな空気が漂った映画かなと思います。で今日もこの3回目最後の登壇ですけれど、ああやっと何かこう映画を皆様に届けて、藤原さんもこの先また新しい仕事に向かっていくし、私もまた、次の何かにこう向かっていかなければいけない、そういう時期が来たのかなというふうにさっき彼を送り出しながら思いました。短い時間ですけれどどうぞ最終回よろしくお願いいたします。じゃあ先に、座りましょう。本日は、のさいの島について、私からいくつかの質問に、答えていただいた後、会場の皆様からの、先ほど集めました質問について、お答えいただく、時間を設けております。どうぞよろしくお願いします。まず、私からの、質問でして、のさいの島を見た後に考えた質問なんですが、先ほど2回目の上映でも質問いたしましたが、監督が自らのさりの島の風を上映をですね、不可思議に全国に飛び回っている理由をぜひお聞かせいただきたいと思います。ずっとこういうふうにやってきたっていうことです。一言で言うと、映画っていうのはプロジェクトが決まって、お金を集める人がお金を集めて、そういう一つのこう仕組みの中で僕たちは監督をしたり、あるいは藤原さん俳優をしたりしてるわけですけれど、残念ながら僕今まで生きてきてそういう枠組みの中で監督業を依頼されて映画を撮ったってことがないんですね。そういう意味では僕はアマチュアなのかもしれません。プロではないのかもしれない。今までのさいの島がこれ4本目になりますけれど、
もう4作品共通して言えるのは、そういうプロジェクトの中で指名されて映画を撮ったわけではなく、まあ、自分がそのプロジェクトの立ち上げから自分で運動場の整備しないとかけっこができないみたいな監督なんですね。なので野崎の島で全国の映画館を回ったって言っても、そんな特別なことをやっているわけではなく、で前作の上果て商店の時にもっともっといろいろ動きたかったんですけれど、まあ監督がそんなにいつまでも映画を私物化するもんじゃないみたいなことをやっぱりこう言われて、まあそういう意味では野崎の島もなんかいつまでも親離れできない、あ、子離れできない親みたいな感じにはなりたくないんですけれど、思えば1本目2本目のドキュメンタリーの頃からずっとこういうことをやってきた。だから僕にしてみると別に何か特別なことをしてるわけじゃなく、まあ、ずっとなんか同じことをしてるっていうことですかね。1本目のジムっていうのがこの多摩シネマフォーラムで本当に初めて上映いただいた時も、ボクシングの2時間半もある長尺のドキュメンタリーを撮ってしまったんですけど、かけてくれる映画館がないんですね。だから何をやったかっていうと、もう僕はボクシングの試合場とかそういうところに行って、お客さんにこう自分で作ったビラをこう巻きながら、これなんとか上映したいんで見に来てくださいねみたいな、そんなことをやってたんですね。今まで生涯の中で一番嬉しかった日っていうと、ああもうあの日だなってパッと思い浮かぶな。その時に、向こうから坂本淳二監督とプロデューサーの椎由紀子さんが歩いてきまして、で、わあ坂本淳二だ、当時ドツイタルネを撮ってもう本当にスター監督ですよね。で坂本さんボクシングが好きで、辰吉丈一郎選手をずっと追っかけて映画も撮ってますので、そのイベントは辰吉選手がまあ出るイベントだったんですね。で僕はこんな映画撮ったんでよろしくお願いしますって言ったら、まあ、坂本監督は、あ、はいって言ってもらっていただいて、それで中に入っていった。で、うわ坂本淳二にチラシ渡しちゃったみたいな、僕30、その時もう34、5かなですよ。それでまたその後お願いしますって巻いていたら、坂本監督が戻ってこられて、これ君が撮ったの、あ、はい、あ、俺今坂本淳二と話してるよみたいな、もう地面からこうもう何センチも浮き上がってるような状態ですよね。そしたらこれ絶対見るからと、でこのあと今日イベントが終わったら辰吉たちとみんなでご飯食べるけど君も一緒に来ないって言われて、その辰吉選手とかそうそうたるボクサーの皆さんと坂本監督と C さんが飯食うところに呼んでもらって、隅っこの方で僕も何食べたんだかもう全然覚えてないぐらい緊張してたんですけれど、まあそんな、うん、やっぱりあの日が一番嬉しかったかな。当てのない映画を撮って、そうやって自分でビラ配りとかしながらみたいなことをまあ普通にやって、それで映画館の上映までこうこぎつけてみたいな、その時の自分と多分なんか変わんない部分があるんだなと思うんですね。だから今回別にどこに行って飯食うお店屋さんで隣に座った人にこれ僕映画撮ったんで見てくださいとかいうのも全然恥ずかしくないし、うん、そんな風に映画を作って、そんな風に皆さんに見ていただくっていうことをやってきて、今回も変わらずそういうことをやったっていうことかなと思います。はい、ありがとうございます。続いて2つ目の質問になりますが、本作の、若い男役を演じました、藤原季節さんの、魅力について、ぜひお聞きしたいんですが、よろしいですか。演技的な部分っていうのはもうもちろんそれはもう皆さんが映画をご覧いただいているので、ここであえて言うこともないかなと思うんですけれど、やっぱり映画を撮ったのが2019年の2月から3月にかけてですね。でもう今2022年だから3年、でその間に随分藤原季節さんも世に出て、今オファーしたら受けてくれるかなっていうぐらい本当に去年藤原さんのもう当たり年になったっていう。で久しぶりにこの野崎の島の公開で撮影以来久しぶりに彼に会ったんですけれど、全然変わらない、それは成長しないって意味ではなくて、
その彼の何かこうすごくなんて言うんだろうな、この間ね藤原さんとあれは何の時だったかな、吉祥寺の上映の後ですかね、で今日も藤原さんのファンたくさん来てくださって、でもう藤原さんがいるだけでもうみんなすごく舞い上がって嬉しそうで、でいいねよかったね本当に今年はねって話をしたら、彼はでも同じ人間じゃないですか同じ人間なのにどうしてそんなにこう舞い上がったり、いやっていうふうに全く何かこうすごく感覚として全うっていうんですかね、今日も会いましたけれど本当にもう非常に真っ当な、もちろん俳優として芝居をするときには多分彼の何か針が触れるんだと思うんですけれど、そうじゃないときのやっぱり彼から受ける非常にあのいいお父さんお母さんにちゃんと、その背中を見て育ってきたんだなという礼儀正しさとか、その感覚のやっぱり真っ当さっていうのは3年経っても何も変わっていない。だから皆さんの前に出て本当にたくさん集まっていただいて、でも同じ人間ですから別に一緒でしょっていうところを絶えずやっぱり彼は変わらず持っている、そこがやっぱり非常に人間として素敵な人だなと思います。ありがとうございます。私からの質問は、以上になります。これからの会場からの先ほど集めました、質問について、答えていきます。まずこれにしますね。私も、映画に出てくるシャッター街が、好きなのですが、その映画の中であった、その映画の中でのシャッター街は、悲しさがあって、監督はどうしてそのシャッター街を舞台に映画を撮ったのかっていう質問がありました。はい、あの僕の実家が静岡の駅前の商店街でして、子供の頃うちの裏あのトルコ風呂だったので綺麗な女の人がなんかうちの裏よくこう入ってくのは何なんだろうなとか、歩いて5分ぐらいのところに映画館があって、でうちのお店の店員さんから株主権とかっていうのをもらって、それで大人の、あの見る、あ、大人見るって言っても、まあ、いわゆる成人映画じゃなくて、あの子供の頃から少しこう背伸びしてあの映画を見に行ったりとか、まあ、そういう環境で育たなければ多分こういう仕事もしてないのかなと思うんですけれど、まあ、その商店街うち夕飯が5時なんですね。それは6時からもう一回仕事帰りのお客さんでお店が賑やかになるので、その夜賑やう前に早く飯を食べちゃおうと。だから僕小学校高学年ぐらいになってうち5時夕飯っていうのが異様に早いっていうのをやっと友達と会話して知るんですけれど人友達ん家で5時に夕飯食う家ないんですね。そのぐらい昔は本当に夜人が出てきて商店街が賑わった。映画館も一番人があの多いのは夜7時の回でしたね。昼間なんかガラガラでもう夜の回にみんな行く。それがだからお店の閉店は9時とかそういうあの賑わいを子供の頃見てるんです。それがだん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 閉店時間が8時になって、で7時になって、今もう6時過ぎると人なんか歩いてやしないと。だからうちの実家も結局最後は6時ぐらいになるともう閉めようかみたいな、ちょうど僕が物心ついてからこう大きくなって今ここに至るまでのその時間と商店街のやっぱりこう賑わいと衰退、そしてこう人の流れの変化、人の行動の変化っていうのはちょうどダブってるもんですから、やっぱりあのシャッター商店街っていうところを歩くと何かやっぱり自分の生きてきた時間がそこにこう重なって見えるっていうんですか。でも決してそれはあのシャッター商店街だからなんかもうすごく悲惨だっていうよりも、何かそのにぎわってた頃の甘美な記憶と、そしてそれがだんだんこう潮を引くようにこう衰退していったっていうような自分の中のその記憶がそこに重なるので、必ずしもそこがただ今ある悲惨な場所というよりも、そういうなんか自分の長い時間を思い出す場所っていうんですかね、そういう感覚でこの映画の、まあ、商店街シャッター街に惹かれたのかなと。だから決してそこがあの何か廃れた悲惨な場所というふうには僕にはまあ見えない、なんかあ生きてきた時間がここにあるなという場所としてそこを舞台にしたということでしょうか。ありがとうございました。もう一つ質問がありまして、食卓に並ぶおばあちゃんの
ご飯がとても美味しそうです。特に卵焼きらしいですね。で撮影の時は、その食卓に並んでるご飯だったり、食べ物、どなたが作ったのかという質問がありました。まず天草の皆さんに久しぶりに孫が帰ってきたら何を出すって、まあ、おばあちゃんたちに聞くと、それはもうだご汁とガネ揚げガネ揚げってのはさつまいもをこう短冊状に切って揚げてカニみたいに見えるので、向こうでカニのことガネって言うんですけどね、まあ、そんな風に献立も地元の人に孫が帰ってきたら何出すっていうので品目が決まって、そしてあれをお料理してくださったのも多分天草の皆さんがもう私が作ってやるけんみたいな感じで多分来ていただいて、それをまあ藤原さんが召し上がられたと。だから本当に地元の方の手作りのお料理をそこに並べたと。1個だけ僕が注文したのは、とにかく蓋を開けるときに湯気がファッと出てほしいと。その湯気だけは熱々にして、その湯気で何かこう彼の感じたことがない何か時間っていうのをまあ表現したいなってとこだけ注文しましたけど、あとはもう全部スタッフが天草の皆さんと相談しながら作ったということだと思います。ありがとうございました。もっとお話を伺いたいところですが、お時間が少なくなってきました。最後に監督の一言で、もう一個質問があったでしょ。もう一個3つあった。ああ失礼しました。それせっかくだから、はい、ごめんなさい失礼しました。最後の、ちょっと会場の質問ですね。若い男の、性格というんですか、名前などについて、監督の中で考えているものがあったり設定があったりがあったらお願いいたします。若い男に名前は今回必要ない。どういうふうに生きてきたかっていうイメージはありましたけれど、もう最近行けなくてすごいこののさりでも本当に行きたかったんですけど、海外にね、どこの映画祭とか上映会に呼ばれても行けないので本当悔しいんですけど、海外の映画祭に呼ばれて行ったりするとお金がないとヨーロッパ行くのにロシア周りだったりとか安い飛行機で行くんですけど、そうするとロシアの上こうずっと飛んでるとずっともう延々とこう森林がこう続いたりとか見えたりするんですよね。そういう中でちょっとそういうところを切り開いてこうポツンとなんかこれ多分農業やってる人だなとか、そういうようなお家がポツンとこうそういうもう本当にもう人が誰も住んでないような中に時々ポンとあったりする、そういうのをこう上からこう見ていると非常に不思議な感覚に襲われるんですけど、多分僕ここの住んでるこの農家の人と一生会わないなと。今飛行機からこうやって見ているから、あここに人いるんだなと思って、そこの人も多分僕たちと同じようにご飯食べたりおトイレ行ったりお風呂入ったりしてるんでしょうけど、多分この飛行機から見ているこれが出会いであり、でも どういう人なのか、多分会わないで俺死んでくんだなとか、そんな風にしながらこう飛行機から上を見てるんですね。でもそういうのってなんかちょっといいなと思うんです。何でもかんでも今LINE 交換しないとか、根掘り葉掘り相手の情報を聞くというか分かってしまうというか、でもあの時会ったあの人って、ああ住所聞いとけばよかったとか、電話番号聞いとけばよかったとか、ああという、もう二度と会わないどこの誰だったか、でもなんかすごく親切にしてもらったなとか、あなんかいいものをその人から感じたなとか、なんかそういうこう何でもかんでも明らかにしない、詮索しない、その時の何か思いというか感じたものがあれば、その人が何丁目何番地の誰っていうことが分かんなくてもなんかいいんじゃないか、なんかその時のやっぱりフィーリングみたいなものの方がいろんなものが全部明らかになるよりも僕らはなんか生きていく上で大切なんじゃないかなと思って、彼にはあえてもう映画の中でこれ以上詮索するのはやめようと、まあ彼から感じたものが全てだというふうに思って名前は付けませんでした。はい、ありがとうございました。もっと素晴らしい、失礼しました、もっとお話をそうですね聞きたいところなんですが、お時間が少なくなってきましたので最後に一言お願いいたします。でもお時間が少なくなった割に今日はあんまり話したことがないことがちょっと話せたし、楽しかったです。本当に、こんな夜3回目の上映までありがとうございます。
まあ、野菜の島はもう少しだけ、来月は新潟、そして4月は札幌と、もうちょっと上映続いていきますけれど、だん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 、まあ、この映画も、後片付けをしてまた先に進まなければいけないなというふうに思っております。ただ今年はなんとかちょっと映画館に来ることができない方のために、まあ、DVD を、まあ、少し制作をしたりとか、あと映画館の上映は終わってきますけれど、地域上映とか、今週僕は北海道のサラベツ村っていうところに呼ばれまして、そこのサラベツ熱発文化講座っていうのをやってる強烈な方がいるんですけれど、その人が吉祥寺で見て、山本さんサラベツに来てって言って、で 2,3 日前にもう大学から映写機材全部送って、で向こうで映写をやってきますみたいな、非映画館での上映っていうのを今年は呼ばれれば、都合さえつけばどこにでも行ってこの野菜の島をまあ届けていくと、それとその先ほど申し上げたうちの商店街のお店も80年の歴史を持ってこの間店じまいをしましたので、その店じまいの記録をこの野菜の島の鈴木一泊カメラマンと一緒にネチネチと撮りまして、次のドキュメン新作は多分その店じまいのドキュメンタリーになるのかなと。またぜひ多摩映画祭で、興味を持っていただければと思いますが、ということで引き続き野菜の島と次の作品に向けてまたコツコツと頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。読まない方がいい。あ、監督さん読んでください、はい、まずお一人目、108番108番の方いらっしゃいますか。いらっしゃいます、108番、はい、次が205番そして、ね、最後が166番、はい、こちらは